ね、では北見さんが歌ってくれるんですね。はい、じゃあ心の歌バンド皆さんで、佐野さんはいいんですね、まだいいんですね。はい、大村の歌から、はい、大村の歌でね、皆さんお楽しみにしてみましょう。はい、では北見さん、曲紹介からお願いしてもよろしいですか。はるかなる夢にという、ファーアウェイという、で、僕たちはこれを2011年にたくさん歌ったんですね。2011年の大震災の、本当にその時の、被災した方の気持ちが伝わってくる歌で、これを被災だけではなくて、中途障害で思いもかけない重い障害を負ってしまった友人、それから生まれつき障害も生まれて、なかなか大変なんだという方も含めて、もちろん障害ないんだけども、難しい病気を抱えてしまって、今困っている社会生活上にどんな悩みがあるという方々、みんな含めて、でも、夢を見ようという、そういうテーマがありますので、お聞きいただきたいと思います。急に電源が入らない。苦しそうさん、焦ってきたでしょ今。今ここにいらっしゃる方が栗城優子さんで、ご主人が重い障害、高次の機能障害を抱えても、非常に長い人生を高次の機能障害で一緒に過ごしてる、その横にいる島山さんも、ご主人が高次の機能障害、その方々が、大田区で大変素敵な会をずっとやってくれています。僕も最初の頃は全部出ていたんですが、今はもう出ることはできないんですが、地元の方々のおもてなしのその雰囲気を作っているのか、そのあたりはもうすごいなというふうに感じています。大丈夫ですじゃあNHK でこれが起きると大変なんですけども、僕たちは受信料もらってませんので大丈夫かということです。じゃあ遥かの龍面によく聞いていただきます。Thank you.
今日は全く新しい方も含めてお聞きいただいてました。ありがとうございます。で改めて心の歌番組の北沼さんの一位です。どうぞよろしくお願いいたします。2006年頃から僕は歌がすごく好きになってきて、でそのうちにバンドを作りたいというふうに夢のようなことを考えてきて、そしたら、まあ、後輩たちが多いんですけども、その一人また一人という形で集まっている。そして基本的に今のバンドになっています。一時期は神話学園の理事長の入沼さんがベースを担当してくれて、その時期も非常に良かったんですけど、まあベースはいないで、これだけの非常にシンプルな構成でやっています。メンバー、僕の右横が竹 DS。さっき囲碁で話してましたけど、竹さん一番古いんですね。2007年からのバンドになります。彼女は耳は全く聞こえないんですが、僕のこう口元の開き方を見ながら、もちろん知っている勉強してある、曲なんですけども、そこのどこを歌ってるのかっていうと彼女につかみながら、非常にリズム感が発達されてまして、見事に手話歌で曲の思いを表現していく。言葉を手話歌になるとちょっと違うんですよ。非常にどう表現するかは人によって違う。なので見事に自分なりに捉えた曲の思いを表現しています。で見ていただくと、彼女の心象が分かるという感じがいたします。はい。それからピアノの三木康子です。さっき喋りましたので、はい、よろしくお願いします。三木さんは2009年から。それから丸山康明です。はい。バッタンとは2008年からか。
そうですね。2007年に友の浦で、僕たちの町づくりでちょっと支援してましたので、そこで彼が出てきて、イベントで知り合って、そのままやってみるっていう形で、バンドメンバーになって、彼はボイスパーカッションっていう、お分かりになったと思いますけど、分かってない人もいるかもしれませんので、ちょっとそこだけ短いです。はい、それから前に座ってその家族をして、はい、で彼女は後から出てきますけども、パーカッショニストなんですね。でもここでは、うちのバンドでは、マリアム・ヨセフという見事なボイスパーカッショニストもいますので、で彼女は今、波のパーカッションという特別な楽器を使って後から出てきます。あと、たまたま彼女は、ご両親がろう者だったんですね。でそれが、そうですね。あの彼女が小さい時に、赤ん坊の時ですね。火事に気がつかなくて、音が聞こえない。そのまま焼傷されたという大変悲惨な赤ん坊の時に。でそれがあったので、その彼女はその後に、お母さんになってくださったおばあ様との会話とかそういうものを通じて手話が堪能になり、でたまたま僕のところに入ったら竹さんがろう者なので、でやってもらって、はい、それではですね、時の流れに鳥になる、竹さんが一番好き、一番かどうか分かんないんだけど、好きな曲で、僕も大好きな曲なんですね。悲しい出来事とか、そういうものはもちろん誰にでもあるわけですけど、でもそこからまたこう希望に向かって人間は歩くことができる、飛ぶことができるという、さあみんな飛ぼうよという、そんな意味になっております。これを歌います。よろしくお願いします。Thank you.
話は遥かに遠く用意しなかったけど、ほとんどの人はご存知だと。ゆきちゃん知ってる？昔から知ってるの？あ、そう。あ、みふみさんは原かおるさんの長女。大きくなったね。はい、うん、今日すごいじゃん、柿島くんと打って。強くなったと思うよ。楽しかった。楽しかった。今度、ママ任せてあげて。はい、任された。任された。いいね。ママの先生になる。いいね、かっこいいね、先生。かっこいいよ、先生。はい、じゃあね、七夕様を歌います。あ、知ってるから、ね、みきちゃん歌おう。はい。ご存知ね。皆さん、どうぞよかったらご一緒に歌ってください。すごいね、今日は。平塚の方々、すごいね。はい。
それでは、これなんですか？あ、そうなんだ。じゃあ、荒川さん。いつも彼女はこういう番組の、進行役をやってるんですけど、今日はイラストまでせっかく来てくれるので、ぜひ歌ってほしいと思います。次はですね、虹っていう歌なんですけど、私もこの人の前で歌ったりする人じゃないので、全く期待しないで聞いてください。ですね、北見さんの歌声は本当大好きで、いつもなんかなんて言うんだろう、北見さんと接する機会はすごくお仕事とかでも多いですよね。なんですけど、この歌い出すと急に、なんてこの人はかっこいいんだろうと思うぐらい、歌い出すと急に人が変わる感じありますよね。だめて普段がかっこよくないって言ってるわけじゃないですか。でも本当にテリーさんの歌声は本当素敵だなと思っていつも聞いてます。で、さっき歌わせていただいた原美久美、私原香織っていうんですけども、私の長女 で今の高校3年生なんですね。で、もう来年は就労お仕事を始める年になりまして、ね、今一生懸命いろんな福祉事業所とかに実習に行ったりとかしながら、ね、最後の学校を楽しんでいる、ね、感じなんですね。勉強が一番楽しい、はい、一番いいことですね。何でも楽しいめくみちゃんです。いっぱい、ね、楽しんでいっぱいね、はい、で今日はですね、この時期にも合ってるかなっていう虹っていう歌を歌いたいと思います。で、この歌はですね、みくみが今の演劇ドリームエナジープロジェクトっていうところで、神奈川の磯子っていうところを中心にしているそういう演劇の団体があるんですけど、そこ の舞台の中でも歌ったりやったりしている、この手話歌みたいな感じなんですけど、やったりしている曲です。で、今日はミキさんに伴奏していただいて、選手ながら私が歌わせていただいて、サルちゃんにちょっとサポートしていただきながらでは聴いてください。よろしくお願いします。
Thank you.
参加するの、まあ、大事なことをお母さんが言ってくれて、この後終わったら打ち上げやるかっていう声もあったんですけども、今日は7時半から19時30分から首都防災ウィークの実行委員会に来て、ここは事務局長をしているので、そこに、あ、違う、明日に来たんだよ。あ、思い出した。今日だと危ないから。明日にずらして、10日にずらしてもらった。ただ、なんていうのかな。片付けがやっぱりなかなか大変なので、まあ、そこでも残ってる人もいたら、どっか出かけて、ラーメンでも食べるかみたいなことを考えています。はい、柿島君たちは終わったら楽しくみんなで飲み会をやるというふうに聞いています。それでは。群青っていう歌は実は僕はもうすごく好きな歌で、ちょっと暗い歌なので、いつも歌える歌ではないんですけども、連合艦隊っていう映画の主題歌なんです。僕は初めて見た時、2回目に見た時、3回目に見た時、もう号泣してます。こういう人たちがいたんだ、本当に。そのごく普通にいたんだということが分かって、動きをしています。歌詞の中で一つだけですね、一番の最後に、せめて冬に海に裂け、心裂けって咲く咲かないです。海に裂け、心の冬掃除という言葉、これ分かんないんで、北谷さん、冬掃除ってどういう意味ですかって聞かれるんですよ。装備で、バラのことを装備と呼ばせて、冬装備というふうに言っています。海に、冬に咲く真っ赤なバラのように、咲いてくれるという、そんな意味になっています。じゃあ、これがどうぞ。
続いてまた海の歌になるんですが、島唄という歌。これも好きな歌で、随分歌っています。曲の歌を歌います。宮司というのは、サトウキビの歌ですね。宮司の歌でというのは、サトウキビ畑の下が、防空網みたいな形になって、そこでたくさんの人がやっぱり死んでいたと思うんですけども、さっきの歌は戦艦大和で、うん、あるいは特攻機で亡くなっていく息子、あるいは父、親とのつながりを描いた映画ですが、この歌は、沖縄戦争という大変に悲惨な戦いになったけど、それをテーマにした歌であります。よろしくお願いします。
英語が先にだ風の泳ぎ嵐がきと繰り返す悲しみは島渡る波のよと
そういう意味では、食べてしたらいいことにたくさんあって、だって、勘弁してくれっていうのを言いたいようなことをみんな持ってるんですね、若い方も持ってる。そういうなくて、でも、俺は歩いていくと、そういう、もう、年を取った、まあ、男性ですけども、その気持ちを歌った歌でありまして、若い頃これを歌うと、僕はそれを言わないとなかなか通じなかったんですけど、今はこれがすれ通じるようになってきたなというふうに思ってますので、座る歌いたいと思います。
中に、じゃあ最後にふるさとっていう。ふるさと大好き。一緒に歌おうかな。やった。皆さんも、ね、ぜひお声に出して一緒に歌ってほしい。僕の子供時代ですが、この歌のその通りなんですね。うさぎいなかったんですけど、昔もいなかったんですけど、小倉さんのふるさとにはうさぎがたくさんあったときに、ね、他、聞いた内緒話をお伝えしますと、なんか時々うさぎがこう職員室かなんかにこう、呼ばれてるらしいというようなことを。昔来たと思うんですよ。昔、やっぱり3人として食べてたんですね。多分。そこ、おっしゃらなかった。じゃあ、じゃあ、じゃあ、メキちゃん、じゃあ、これ、ちょっと、メキちゃん、メキちゃん、マスクさんにしよう。そう、そう。うさぎおいしいなと思ってた人いるの。それ違いますよね。うさぎおいしいで、うさぎ追いかけたという。ミクさんそう思ったの？本当に？うさぎ食べたらおいしい。困っちゃうね、これだからね。現代子は。うさぎ、おいしい。追いかけた。手話でやると分かる。手話でね、追いかけたら。じゃあ、皆さんもどうぞ一緒に歌ったり手話をやったりして。僕の仲間たち、タケさんの指導を受けて、シュガーウトをみんな練習してる人も増えてきて。清浄さんいらっしゃいますか？はい。おお。清浄さん、ここで一緒にやろうか。ダメだ、ダメだ。じゃあ、西尾さん、ダメだ。じゃあ、これは代表で、西尾さんに近づいて。やったー！よし、行くぞ。Amen.
それではですね、最後にまたマイクを原川さんにお願いします。皆様、今日はありがとうございました。囲碁のイベントと、ね、コンサートということで、すごい、なんだろう、静かな雰囲気の、でも静かじゃなかったですね。囲碁の時からワイワイしてましたよね。ワイワイ囲碁と、ね、しっとりコンサートですか？ね、いや、そうでもない。そうでもないね。なんかわちゃわちゃしてる人もいましたけど、でもすごいね、楽しい。こういう時間、すごい大事ですよね。ね、昨日も、昨日もっていうか、すごいね、衝撃的な事件があったりとかして、もうね、なんかいろいろ、この、ね、安倍元首相の、ね、事件、昨日ありましたね。もう私も昨日、本当、